こういった名前で展開していこうというふうになっています。無人航空機国家ライセンスセンターという名前で名称で展開をしていこうと。実機の飛行機やヘリコプターと同じ空間を同じ知識で飛行するという方向にこれから行くと思います。